はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今日はですね、ジャイロキャノピーのね、ヘッドライトの LED 化についてお話ししたいと思います。これね、結構取り付けるにね苦労したんですけどね、普通はね、このレンズがこのツラ1状態で斜めにね、綺麗にこのボディと一体化したみたいな形でついてるんですけど、やっぱりね、これ配光がねよろしくないんでね、結構対向車が眩しくないように配光するにね苦労したんですけどね。これを見てもらったらわかると思うんですが、これね、下側ですね、この下側とここのボディと間にね1センチぐらいの隙間が空いてると思うんですけど、こんだけね、後ろに下側を奥にずらしてますね、1センチほどね。後ろのね、調整のビスがもう本当、ギリギリでね、ナットをね、小さいやつのナットを3つぐらいかましたかな。結構ね、苦労しました。それとね、あとバルブ自体を、これ後ろにね、7ミリほどずらしてます。これも配光のね関係でいろいろやってみてね、これがベストかなと思うんですけど、あとこの LED の照射角をちょっとこれ自体をね、こう上方向にずらしてやって、こう当たるようにね、ちょっと斜めに当たるように工夫してますね。まあ LED 自体はね、1個6ワットの3つで18ワットということでね、通常はロービングで上2つしかつけてませんので12ワット、まあ下つけることはないんでね、あんまり下つけてもあんまり意味が、あんまり明るさ的に変わらないんで、いつもロービングで上2つだけの12ワットでね使用してます。これだいぶね、バルブがな奥の方に入ってるのがわかると思うんですけど、7ミリぐらいずらしてやってますね。あとレンズ自体はね、これクリアレンズで純正のものとは違いますね。こんだけねずらしてますんでね、結構ねいろいろこれ夜にね作業してね苦労したんですよね。もう自分で見ながらね、現物合わせみたいなんで、いう形でね、こう本当はね、こうツラ1の斜めにこうヘッドライトがついてね収まってるんですけどね、あとね、もうこの左右のね、ウインカーランプもね、これ LED、2灯に変えてます。以上になります。